言行は、精進のこと。また、宗教儀式の一つで、定期的に仏像などの本尊の前で、読書をしたり礼拝したりすること。儀式作法は宗派によって違う。仏教用語。日蓮召集や、そこから20世紀中頃以降に分派した、創価学会、正信会、検証会では、朝と夕に、ご本尊と呼ばれる曼ラに向かって、ホッケ行の読書を、商題を行う。 また、総本山や寺院において、題目を一時間ひたすら唱える、商大行が行われている。ここでは、日蓮招集本体だけでなく、それら、新宗教団体のものについても合わせて解説する。方便品信徒の修行の内事項としての日常の、根行は、28品からなる、妙法蓮華経の内方便品、如来受領品の読書、商大を基本構成とし、 古来からの朝御座、夕三座の格式を守って行われている。北家教、両方連下教28品一覧及び日蓮招集、日蓮招集神との活動も参照方便品と受領品をセットにして一回、読書することを一座と言い、途中に関連文などを挟みながら繰り返していく。方便品は御座すべてで全文読書をしなければならないが、受領品は、 朝の二座というのはつ座だけが全文読書をするおさゆきとされ、他の座では字がげのみとなる。朝の言行はまず本尊に向かって大目参照する。初座は当天に向かって大目参照し、方便品、受涼品を読書した後、引き大目を三弁唱え大目参照し、関念文を年次大目参照する。樹涼品本尊に向きを変えて第二座に入り、 方便品、事業品を読書し、引き代目を三弁となえ代目、参照し、関連文を年次代目参照する。第三座、第四座は、方便品、事業品を独唱した後、引き題目を三弁となえ題目参照し、関連文を年次題目参照する。第五座は、方便品、事業品を読書した後引き題目を三弁となえ題目参照し関連文を年次題目参照する第五座は方便品事業品を読書した後招待し、招待が終わって、題目参照、エコーして、 大目参照し、関念文を念じて最後に、大目参照する。夕の本行は、朝の初座と第四座を飛ばした形で、まず、本尊に向かって、大目参照する。初座に入り、方便品、受領品を独唱し、引き大目を三弁となえ大目参照し、関念文を念じ大目参照する。第二座は、方便品、受領品を独唱した後、 引き題目を三弁唱え題目参照し、関念文を念じ題目参照する。第三座は、方便品、治療品を読唱した後商題し、商題が終わって、題目参照、エコーして、題目参照し、関念文を念じて最後に、題目参照する。根行の最中に鈴を打つが、方便品に入るところで7回、治療品に入るところで3回、商題に入るところで7回。 引き大目と招大の後で5回、最後の大目三章の前に3回打つ。なお、エコーは鈴を打ちながら行う。また、朝の権行の初座では鈴を打たない。座と座の間に招大を挟んだり、すべての座を終えた後に招大行や、後日の、牛トラゴンのように追加の座が行われる例もあり、長いと2時間近くかかる場合もある。総本山大石寺では、 毎日午前2時30分より、ホッシュの大同士による牛虎トラゴンが客伝で欠かさず行われている。このゴ行では朝の五座のゴ行をした後、本門階段の大井御本尊への要拝として一座、将代が追加されている。日蓮招集から1991年に破門された創価学会では朝と晩にゴ行として、ホッケの抜粋と題目を唱える習慣がある。 学会も、修門と同様に、ご本尊の授を受け、学会用と呼ばれる、独自形式の仏壇に安置しそれに整体して、吻業を行うとしているが、何らかの理由で仏壇を用意できない。学会員は、お守り、ご本尊と呼ばれる、ご本尊をかたどったペンダントの授を受け、東の方角を向いて座ることによって、仏壇の設置に変えることができる。出張や単身赴任、 入院などの理由で長期間自宅での吻業ができなくなる場合には、所属する支部役本部からお守り、ご本尊の対応を受けることもできる。なお、ご本尊、お守り、ご本尊のどちらも授与を受けるには、供養を収める必要がある。詳細は、吻業総科学会の吻業及び、総科学会本尊、本物を、参照詳細は、本尊安置形式と、仏壇、仏具を、 参照、仏壇宗派による違いも参照2004年9月10日、学会は、政教新聞に、創価学会の権行とご記念文の制定を掲載。国内でもそれまでのご座三座を一座のみに、簡略化したスキー方式の権行を、正式のものとしてスタートさせた。これによって、新入会員でも15分程度で1回の権行を、終わらせることができるようになった。 学会創立85周年となる2015年には、総科学会、言行要点を定めた。富士大石事件紹介では、総科学会とは違う、独自の朝夕の言行を行う。前身の妙信校が1974年に、日蓮召集から破門される前はもちろん、破門後でも、日蓮召集憲政会の時代には、小座三座の、言行を行っていたが、現在の、 富士大石寺検紹介への解明後にスタイルが変更された。総価学会、富士大石寺検紹介との関係も参照明振興時代の波紋、その後に幹部が新都除名となったことで、総価学会や修文等に見られるような入会と同時に本尊授業されることはなくなった。このため一般会員は日々の言行において自宅より遠く階段の多いご本尊を 直接拝み参らせる、要怪権量に徹しているのが、大きな特徴であり、学会がご本尊に生態するか用意できない場合は、東を向いて座るのが望ましいとしているのに対し、検証会では大い寺の方向を向いて座る。詳細は、要怪権量実践及び、富士大石事件紹介協議を、参照、信者、富士大石事件紹介も、 参照1998年6月15日、検証新聞で五関年分の改正が発表され、方便品、字陰を各一回読書をしその後に招待する現在の言行形式を総科学会に先駆けて採用。検証会では毎週日曜日の午前に会員が会館に集合して一堂で行う日曜言行も行われている。 埼玉県埼玉市大宮区の検証会本部会館では日曜御量が午前中3回に分けて行われ特に1回目は会長朝焼けが自ら同志を務めることもある日蓮招集から1980年前後に分派した正信会の場合は寺院により対応が異なる御座三座の御量を行っている寺もあるが一方でスキー方式や 検証開放式に近い形式をとっている寺も存在する。なお、正信会が独自に建立した寺院以外は居住する会員の僧侶が死亡した時点で集網へ明け渡す義務が生じる。ありがとうございます。